信長が上洛を果たしてなお、越後の上杉、甲斐の武田、そして西国の毛利など各地で大名が割拠していた。義明の御所を整えた信長は、京周辺を安定させるため将軍の名において越前の朝倉義景に上洛を命じる。しかし再三にわたる上洛命令を義景は黙殺。その態度を危険視した信長は朝倉討伐を決断した。旧恩ある相手との敵対に心を痛める光秀は、戦への発展を避けるべく義景の説得を試みるが、光秀編第4章、覚悟、金ヶ崎の戦い。やはりお考えは変わりませんか。ええ、我々朝倉は上洛の命には従えません。越前の安寧を守ることこそが私の使命です。今越前を離れるわけにはいきません。申し訳ありません、光秀。信長殿にはそのようにお伝えいただけますか。義景様、しかしそれでは朝倉は織田と。殿、これ以上の説得はもはや。わかりました。義景様のご意志、信長殿にお伝えいたします。これもまた定めでしょうか。というわけだ。長政殿からもぜひ口添えを。はあ、バカ言うなよ光秀。お前、自分が言ってることの意味分かってんのか。織田はかつて朝倉との不戦を訳したはずだ。それを今になって保護にするつもりかよ。長政殿の憤りはもっともだ。不義とのそしりは甘んじて受けよう。しかし信長殿も考えあっての決断なのだ。どうか分かってくれないか、長政殿。そうかよ、それがお前たちの結論か。そっちが義理を踏みにじるってんなら、俺も身の振り方は考えさせてもらうぜ。長政殿、俺は。使命を果たす。一丁手柄を立ててくるか。これで金ヶ崎城は我らの手中に落ちたか。なあ、あとは朝倉の本拠一条谷城を攻めれば。信長様、殿、ご報告いたします。浅井が我らに反旗を翻した模様。長政様。さよう、お市様、勝家殿を伴いこの金ヶ崎城に迫っておりまする。そうか。どうする、信長殿。いささか分が悪い。ここは一度引き、体勢を立て直す。承知した。全軍に撤退の下地を下そう。
やはりこうなってしまったか、長政殿。長政殿、やはりあなたは。いや、刃を受けろ。忌憚にくれるいとまはない。信長殿と姫様が無事に撤退できるよう、なすべきことをなされば。信長殿と姫様、撤退まで必ずや守り抜かねばな。信長様、いや信長、俺はもうあんたと同じ道は歩けねえ。仲間さん、それがお前の選んだ道か。仲間殿、あの時俺が思いとどまらせていれば。あ、あの鳥でなんか匂うな。様子を見ておくか。俺はまだ強くなれる。全てで偉いことになったが、ここで生き残りゃ出世の道が開けるってもんだ。俺の力の礎となれ。聞かせていただこう。その強さ、高潔さ、ああ、我が世に欲しい。うん、来そうぞ。信長殿、姫様、道は開けました。急ぎご退却を。開門。まだ強くなれる。これより先には進ませんぞ。あの人を逃がすのが私の務め。どきなさい。たとえ恩義ある朝倉の仕事で行く手を阻むならば、切り伏せねば。敵将、切り伏せた。叶う相手ではなかったか。誰ども振り返らずに走れ。俺たちに構うんじゃない。開門。見せてやる。全開なんてしないよ。私の命は長政様の志とともに。
姫を守ることのみが俺が生かされたよ。ならば命に代えても果たし抜いてみせますよ。二人から強固な覚悟を感じる。戦うしかないのか、勝家と。なぜあなたまで浅井方に。俺は姫を守るために生かされた人間。俺の命は姫のためにある。たとえその先に再び死が待とうとも、使命を全うするだけだ。姫、申し訳ありません。開門。兄様のやり方じゃ誰も幸せになれない。長政様と私でそれを証明するの。戦嫌いのお市殿が自ら戦を望むとは、それほどまでに意志は固いということか。一応この先も長政様と一緒に戦います。さよなら兄様。いいね、死ぬなよ。風雲を祈る。みんなどうか無事で。親父は引いたがまだ気は抜けねえ。よし、残る奴らを乗しとくか。ああ、全てです。だがこれ以上犠牲は増やせねえ。みんなあんまり無茶はするなよ。勝利条件変更。刃を受けろ。敗北条件変更。見せてやる。手をこまねいているわけにはいきませんね。開門してください。開門。吉影様が自ら打って出られたか。どうか心を鬼になされよ殿。吉影様、恩を仇で返す不義をお許しください。来たな、おとりで。やすやすと奪わせはせぬ。これで孝子の憂いは立てたか。皆姿を現すのです。クソ、伏兵かよ。親父のところへは行かせねえぞ。伏兵を信長殿のもとへ行かせてはならない。ここで食い止めねば。誰もこの先へは行かせねえ。ここは俺が守り抜く。そこか。これも安寧のため、お覚悟。吉影様、俺は遠慮は不要。もはや引き返せぬ定めなのです。手柄はもらった。吉影様、こうなることは分かっていたはず。何故上洛を拒まれたのです。あれは上様の命ではなく信長殿の命。刃を受けろ。幕府権威を私する者にはへつらえません。の全てで。見せてやる。これにて引きましょう。光秀、決着はいずれまた。決着か。やらねばこちらがやられると分かってはいるが。よし、行ってこい。お前たち、織田の戦力を削り切れ。開門。
長政殿、俺はあなたを、いや、マドンナ、俺は長政殿を倒す。俺の力の礎となる。かなう相手ではなかったか。光秀さんの強さ見習わないとな。見せてやる。さあかかってこい。俺の力の礎となれ。糸へ切れ、引かせてもらう。よし、これで親父も安心安全だろう。見せてやる。目の全てで。俺はまだ強くなれる。浅井にもまだ迷ってる人がいるみたい。どうにか引き込んでみようかな。誰か加勢してくれ。まずいな、味方が孤立しちまってるみたいだ。耐えきれん。引かせてもらう。伏せる。目の全てで。出るぞ、しんがりを残らず破って絶対に信長に追いついてやるよ。帰ろう。見せてやる。今すぐ長政殿を止めなければ。敗北条件変更。天下もそう、それほどの力が俺に。見せてやる。刃を受けろ。行くせる。この砦は落とされたようだが、なら中の奴らを倒して突き進むだけだ。見せてやる。俺の力の礎となれ。聞かせていただこう。殿の腕ならば当然ゆえ。見せてやる。このままでは持たない。開門。見せてやる。待っていろ長政殿、すぐ追いついてみせる。あの二人ならきっと。よし、説得してみよう。手の全てで。やはり織田との関係を無下にはできぬ。我らはそちらにつくとしよう。見せてやる。刃を受けろ。読みが当たってよかった。見せてやる。
まだ強くなれる。一人でも多く助けて、みんなでこの地を抜けねえとな。俺の力の礎となれ。悔しいが、ここまでか。なんと、目覚ましきご活躍。叶う相手ではなかったか。助けられたな、我が部。一層フルートしよう。味方は助かったようだし。よっしゃ、オイラも張り切るとすっか。オイラの出番だ。すべからく核あるべし。俺に任せろ。合点承知、合点承知。でもここから動かねえぞ。残念だったな、長政よ。言うじゃねえか。なら意地でもお前をどかせてやるよ。刃を受けろ。来たな光秀。邪魔をするならお前だって切り捨てる。長政殿、もう戻れないのだな。光秀、お前この後に及んでまだ腹が決まってねえのかよ。そのようなこと俺は。古い付き合いだ、見抜けないわけねえだろ。お前の立ち筋には迷いが見える。俺に迷いが。次こそ絶対に息の根を止める。見切れはしない。お前も覚悟を決めろよ、光秀。俺は未だ惑って。なあ、早く親父を追おうぜ光秀さん。俺なんか嫌な胸騒ぎがするんだよ。ああ、そうだな。先に向かえ光希。俺も後ほど合流する。信長殿、こちらでしたか。ただいま帰還いたしました。ああ、そうか。ご苦労。信長殿。光秀さん、大変大変なんだ。美月、落ち着け。深く息を吸うんだ。どうした。機長さんが殺された。親父をかばって銃で撃たれて。姫様が。俺犯人を追ったんだけど逃がしちまって。くそ、あいつめ。
先ほどの呆然たる様はそういうことだったのか。信長殿、俺は機長の仇を討つ。機長を奪った者をこの手で斬る。それは仇討ちのために天海神の歩みを止めるということか。そうなる。俺は新たな世を機長に見せたかった。花もすすけぬ世で機長を思うまま遊ばせたかった。その望みを刹那にして奪われたのだ。我慢ならぬ。仇討ちをなすまで俺は前には進めぬ。信長殿、ただしこの仇討ちは俺にとって最後の情とするつもりだ。仇討ちさえなればその後は一切の情を殺し天下一心を果たすためにのみ生きよう。光秀、お前の力を貸してくれるか。愚問だ。俺は信長殿と志を果たすためここにいる。この先何があろうとも俺が信長殿を支えよう。それこそが俺のなすべき正しきことなのだから。